チャンスが訪れた時に努力し始めても遅いだからいつチャンスが訪れてもいいように日頃から準備しておきましょうって話なんですよねチャンスをつかめるのは日頃から準備してきた人間だけって話なんですよで日頃からしょうもないしがらみとか職場の人間関係とかねあのまあなんか親の夢を追っかけさせられてるとか両手にゴミを抱えていたら目の前のチャンスをつかめないわけなんですよねだからいらない人間関係とかしがらみとかを捨てて自分を磨き続けましょうってチャンスの最前線に立てる人間になりましょうって話なんですよね配給でもそんな名言ありましたよね でやっぱりねその頑張ってるふりとか取り繕った嘘ってすぐにバレるわけなんですよ上辺だけの人間で口だけの人間ってやっぱ僕たち気づくじゃないですかなんかあの人って口だけだよねって。で、まあ、例えば異性の前だけでいい格好をする人間とかね後輩の前で上司の前だけあの上司にすごいこびへつらったりとか後輩の前で格好つけたりとかする人間とかそれを俺がやるよみたいに言って,言って放置しておくとかねまあ、悪事千里を走るって言葉ありますけど SNS が発達した現代社会って悪いことしてたらすぐにその噂広まるわけなんですよね。 だからそのいざという時頑張るじゃ遅くてあのなんか学生の頃に遅刻癖がある人が社会人になったら頑張るからみたいな風にほざく人とかいるじゃないですかで、まあ、もちろん別にあの遅刻するかどうかパンクチュアリティなんて、まあ、あのにこだわってるのは日本ぐらいだから別にそんなに気にする必要はないと思うんですけどただそのこういう状況になったら頑張るからみたいな風に言ってるのって日頃から負荷とかプレッシャーの少ない状況で頑張れてない人間がいざという時に頑張れるはずねえじゃんっていう風に思うのは僕だけですかね。 あの例えば僕の好きな漫画とか作品で今和の国のアリスの主人公のアリス良平君がダメダメな高校生なんですけど町がゾンビパニックになったら俺ももうちょっと頑張るのになっていうふうに言ってたんですよねただ日頃から勉強も運動も全く頑張ってない人間がそういうゾンビパニックみたいな生死をかけた状況で頑張れるはずねえじゃんんって話なんですよ、ね、だからあのなんだろう僕たちじ自分の人生もうオワコンだとあの将来ないわだから来世に期待しようみたいな風に思って異世界チート転生系の作品とか好きになってるかもしれないですけど 来世世は異世界チート転生ささせてください神様っていう風に思ってるかもしれないけどその転生先でもしかりに異世界チート転生できたとしましょうきっとそこでちょっとうまくいかないことがあったらああうまくいかないことがあったもうあのこの命も諦めてまたもっと完璧な状況で異世界チート転生させてください神様っていう風にあの現世で頑張ってない人間は結局そうなっちゃうよって話なんですよね。うん、でそもそも皆さん前世の記憶あります僕なないんんでですけどだったらなんで 来世でででは自分の今の今記憶がが引きき継がれていてててい強くてニューゲーゲムるると思ってるんだから、ね、しょ,確率低いでしょそんな今まで神様に頼って一切助けてくれなかったのに何でまた神様に頼ってんのってあのなんだろうお金一切返してくれてないやつがわりわり今度こそお金返すからさとりあえず10万貸してくれねってやつに対してお金貸さないでしょなんでみんなあのそういうふには貸さない貸,貸さない方がいいって分かってるのに今まで一切助けてくれなかった神様にまたすがってんのって僕不思議でならないですけど。 何が言いたいのかっていうと結局現世で頑張るしかないわけなんですよね人生は配られたらカードで勝負するしかないわけなんですよで、人それぞれあの例えば親ガチャ失敗したとか顔がブサイクとか遺伝子に恵まれなかったとかいじめられたとかいろんなハンデというかトラウマとかあると思いますよけど自分はこういう理由で頑張れないんですっていう風にこわに主張することがあなたの幼少期の将来の夢でしたかそんなことないでしょそして自分はこういう過去があって前に進めないんですって言ってくる奴がいたらどう思います こいいいつめんんどくせせえなってううふうに思いません俺も私もいろいろ苦しんで戦ってんだよっていうふうに思いません自分だけが世の中で最も不幸な人間だと思うねバカっていうふうに思いません努力しない自分を正当化したところで社会はお母さんになってくれないわけなんですよねであのまあバレーボール漫画僕の好きなバレーボール漫画「廃球」の名言であコモンの,の男の眼鏡の先生が主人公の日向君に対して「チャンスは準備された心に降り立つ」君こそはいつも万全でチャンスの最前列に立ち続けなさいっていうふうに言ってたんですよねそう僕たちは その自分が才能がない凡人だっていう風に分かってるんだったらせめて食事睡眠運動とか日頃のコンディションを万全にしておいて目の前にふとチャンスが訪れた時にそれやりますっていう風に手を挙げられるような人間になっってておこうって話なんですよね、まあ、世の中の人間っていうのは例えば赤ちゃんとか大した差はないわけなんですよね赤ちゃんで生まれた時に日本語ペラペラな人とかなんかあの懸垂ができる赤ちゃんとかいないですよねみんな大して変わらないわけなんですよ 大きな成果っていうのは日頃の小さな習慣の積み重ねによって現れるわけなんですよね。で僕たち社会の底辺を生きている人間って結局今がクソなのは今までクソな行動をあの取り続けてきた自分の積み重ねなわけけけなんですよね。勉勉強強かかかからら、らら、遠ざてていいいいたた目を背けていたから自分の頭は悪いし、学歴が低いわけなんですよね。とか。 自分が運動をサボってお菓子バクバク食っていたから、お腹周りにたくさん肉がついてるわけなんですよね。クラスでモテてるやつに僻んだところで嫉妬したところで、自分のお腹周りの肉は減らないわけなんですよ。だったら、さっさと寝て、早く起きて散歩した方が、本を読んだ方が、副業した方が、あの自分の頭が良くなったりとか、メンタルが安定したりとか、収入が増えたりとか、そして自分のスタイルとか見た目が良くなったりした方が、自分がモテるじゃんって話なんですよ。他人の足を引っ張ってる暇があるんだったら、自分の人生と向き合よって話なんですよね。で、あのうさぎと亀じゃないですけど、どんな天才でもやっぱ人間。 あんんまりその差ははななないいから一瞬ででで移動すすることはできないわけなんですよねだから僕たちは凡人だ亀だっていうふうに思うんだったらみんながサボってる間に1日 1m ずつ進んでいけばいいんですよで23年経って 1,000m ぐらい差がついてたらさすがに天才たちも今から行くぞっていうふうになったとしても一瞬でその差を詰めることはできないからだから僕たち凡人ができる戦略っていうのは日頃からどれだけ努力を積み上げられるかっていう話なんですよね。そう人生は短距離走じゃななくてマラソンなんだから自分でやりたい ことがある理想を叶えたいっていう風なそういう目標とかがあるんだったらだったら行動したらっていうか行動しなかったら一生あのその自分の理想は叶えられないしチャンスが目の前にありました目の前って言っても 500m ぐらい先ですっていう風になったらやっぱ掴めないわけなんですよね日頃から 500m 先にリードしている人がそのチャンスをつかめるわけなんですよそういう努力してますかや,りまや,やらないと人生つんじゃうよそうならないように僕も気をつけますとそういうお話でした。